本日のレシピはシャラティエリです。ではまず、岩のりをみじん切りにしていきましょう。ここでですね、強力粉とセモリーナをよくかき混ぜておきます。で、これはですね、2種類の粉をだいたいちょっとこうムラができないようにあらかじめに混ぜておきます。で、この中に 80cc の炭酸水サンペレグリーノを入れていきます。で、あとは卵の黄身を1つ足していきます。で、これもまた同じようによく混ぜていってください。まあ木のベラあったら多分木のベラを後ろ使ってもらった方がこういうふうにムラができなくても済むと思います。その後にですね、この中に先ほどみじん切りにした岩のりを入れて、そしてオリーブオイルを、エクストラバージョンオリーブオイルを大さじ半分を入れるようにして、でここからもうだいたいあと5分ほどよく練り込むように、まあ、力いっぱいで練り込むような感じで、よく練っていってください。で、練り終わったらこれを冷蔵庫の中で1時間ほどを寝かせるようにしていってください。切る前に1時間、まあ、冷蔵庫の中で寝かせてください。冷蔵庫から取り出したら今度これを生地を半分に切るようにしていってください。まあ、だいたい一番切りやすいサイズになると思います。でこれをもう一度丸く丸めといてから、できれば木の、まあ、大きいまな板かまたは大きいベースが何かがあればその上で、やるようにしてください。打ち粉を使ってですね、綿棒と、よくそれを伸ばしていきます。で、大体ですね、大体3ミリぐらいの厚みまで伸ばしていってください。まあ、ちょっと大変なんですけど、力いっぱい、押し込むようにしていってください。で、クレープみたいな感覚の大きさまで伸びたらですね、これをどちらかというと丸めていきます。クレープ状の状態の感じになった時に、まあ、これによく打ち粉をたくさん使うようにして、じゃないと結構くっついてきますんで、それでこのように丸めてから今度はカットしていきます。まあ、両方ともね、たくさんの粉を使ってるとちょっとあれになるかもしれないんですけど、あんまり気にしないでできるだけその打ち粉をたくさん使うとくっつかなくても済みます。で、この、クレープ状に丸めてから今度ナイフで、同じく3ミリぐらいの厚みで、切るようにしてください。まあ、よくそばとかね、ああいうのが打つときと同じような感覚で、切るようにしていってください。またここでも、粉をよくまぶして、全体的に面を広げて、まあ、バットの中で、本当にたくさんの打ち粉を入れてくっつかないようにしていってください。ここからですね、ソースの方を始めていきますけれども、25cc のオリーブオイル、エクストラバージョンオリーブオイルの中に、ニンニク2かけと、あとは唐辛子入れて、きつね色になるまでにソテーをしておきます。
で、きつね色になったらこの中に、今度 500g のアサリを足していきます。そして白ワインを 100cc を入れて、まあ、すぐにですね、これチューブ使ってるので沸騰して、であとはまた 100cc のミネラルウォーター、アクアパンナを入れていきます。これを水分をですね、このまま今度アサリの中から出てくる水分も利用して、ソースを作っていきます。だいたい3、4分ぐらいするとこうやってアサリが、開き始めますんで、取り出すようにしてってください。順番に、開いた方からどん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 取り出すような感じにしてってください。じゃないと中に入れた状態にしていくとどん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 乾いてしまうので、アサリ一度取り出して後からもう一度中に出していきますので、このように作業を進めるようにしていってください。で、全部ですね取り出したら今度この中に、ミニトマト出していきます。まあ、これだいたい7、8個ぐらいですね、これを入れるようにします。でソーテーを、まあ、2、3分ぐらい、ソーテーしていってください。ここで、パセリのみじん切りを入れて、そしてまたオリーブオイルをですね、これだいたい 10cc ぐらいまた中に入れて、ソースをもう少し煮詰めます。で煮詰めたところでまたこの中にこれからアサリを足していって味を整えておきます。さてこちらからシャラディエリを今度茹でておきますけれども、まあこれは大事なポイントですね。今日はアクアパンナ3リッターを使ってます。その中にですね、30g の粗塩を入れてます。 30g を粗塩を入れてから、まあもう一度蓋して、必ずお湯を沸騰している状態で麺をこの中に足していくような感じにします。この状態になったらですね、この中にシャラディエリを入れていきます。で大体はまあこれは手打ち麺なんで、まあ、生パスタという状態になりますので、まあ大体3、4分ぐらいですね、これはボイルしている状態で3、4分ぐらい中に入れといてもらえれば仕上がってくると思います。状態はですね、分かりやすく一番分かりやすい状態で、まあ、大体麺が出来上がってくると上にこう浮いてきますんで、その浮いてきた状態で、もう出来上がりっていう感覚だと思ってください。でまあこれの場合はもう少ないので、直接もう4人前しかないので、直接フライパンの中に、鍋から移していきます。このようにまあ少し麺はさほどのですね大きさ長さではないので、感触としてはどちらかというと非常に日本のうどんに近い
感覚になると思ってください。でこうやってソースの中によくあえて、まあ1分間ぐらいですね、僕は逆にそのアサリの汁、アサリのソースにこう染み込ませるような感覚で調理していきます。でここでお皿に持ってもらって、できるだけあやめに召し上がってください。ボナペディト。大事なとこ忘れてました。仕上がりに、パセリのですね、みじん切りのパセリとオリーブオイルを忘れずに、かけてください。召し上がってください。ボナペディト。